答え合わせましょう。リベンジ。最高7か6ぐらいか。はい。行きました。あとちょっといいですか。はい。毎回言ってますけど、あの YouTube 撮影の時ってこのロンティー着てくるみたいなんですよ。なんか派手な日本列島描いてる。いろんな日本列島描かしてた。これじゃなかったっけ？違う、持ってないもん、それ。あ、ほんま？ほんま、じゃあ次は。次が、さあ行くか。はい。今回こそ20問連続、ボケなしでいきましょう。了解です。お願いします。森山の好きなバンドといえば。イージーイージー。これはもうね。あゆみよりもいな。これ、間違ってない。おかしい。せーの、ブルハーツ。ブルハーツ、はい、はい、オッケー。最後、リリーの好きな色といえば。え？あ、これでもちょっと歩み寄って。あの、いや、ちょっと、どういうこと？歩み寄って、あのさ、もうちょっとだけ歩み寄らして。あんまヒントのあること言ったからよ。うん、最近の俺とか、その歩み寄り。余計分からようになってるんだ。それは余計分からんわ。分かるよ、最近俺がなんか買っとったりとかさ、そういうの考えて。せーの、オレンジ。おお、オレンジ。おお、これ合う。最近のズボンも買ったから。ズボンも買ったしね、うん、これ大きい。ああ、正直俺白って買おうとしてた。いや、俺もどっちかなと思ったよ。行きましょう。はい。楽しい授業といえば。これはもう、あ、俺し、俺が歩み寄る、今回は。あ、歩み寄ってくる。うん。そういうの大事よ。そう。はい、一斉ので。はい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 、はい、こういうことよ、歩み寄りって。はい、これは行くな。行く。4回目にして20問連続行くな、これ。そう、なんかちょっと分かるわよ。ドン。森山、好きなスポーツ選手といえば。歩み寄るわ。え？俺が。どういうこと？じゃあ俺が皆様に歩み寄る。え？世間の。俺で、俺自身もその人好きやし。オッケー。一斉ので。一郎。一郎。オッケー。あ、オッケー、オッケー。ちょっと待って、歩み寄り俺ら開花したの今日。今日いいの。もう行けるやん。なんか寄りやすいよ今日。歩み寄りやすいよ。もうほんまに行くわ今回。大阪名物といえばもう。こんなもん。こんなん。言うても俺もう14年住んでるわけですから。岸の里な。言うな場所は。一斉ので。たこ焼き。たこ焼き。あ、えぐいわ。あ、もう行ったわ。ゾーン入った。おねタレントといえば。ああ。もうでもこれちゃうかな。一斉ので。一個だ。オッケー。止まらん。すごいな今日。快進撃や。キャッチャーといえば。これは。せーの。古田。古田であった。正直ノブさんと悩みました。あ、まあ、俺は古田。でもまあ俺らの世代は古田ですよ。古田。古田監督。テンション上がる祭りの屋台といえば。歩み寄りだぞ。あんまり使うってな、体もダメだ。そうそう、禁止段階から。そうそう、あのレーガンと同じぐらい。ここ使っとこうか。でも、モリシ、はい、俺の歩み寄り、俺が唯一行く祭りは今宮恵比寿だけです。ほんまに他の祭り、花火大会とか行ったことない。そう、祭りとか、まあ、好きじゃないもんね。まあ、そんなに好きな人多いから。で、何？でだから、じゃ俺知らんやん、その花火大会の出店とこれ差があるか分からんけど、そこでイメージして。じゃ俺はめっちゃ好きやん、逆に、うん、祭りとか、うん、初め勝つの歩み寄り超後輩るかもしれない。超後輩る。麻雀のでいうところの超後です。もうちょっと歩み寄って言って、何言ってんの。俺だいぶ今しんどいで、もうこんだけ歩み寄ってるからもうないねん、そんなゲージも。じゃ例えば日常生活でもそれをよく食べるとか。日常生活で食べるもんも屋台で食べませんよ。せっかくお祭り。おっ先生。ってことはこれはここしかないというか、これだいぶ歩み寄ると俺もう今月の分全部歩み寄る。もう無理。悪いな、めっちゃしんどい体。はい、行きましょう。せーの、卵せんべい。おお、これマジで大きい。あー、しんどい。これ体、海洋圏の朝の、海洋圏の朝の体ボロボロや。これ歩み寄りすぎた。4倍使ったもん。 V6 といえばどっちかなんよ。
あゆみやりすぎた、しんどい。でもここ超えたらな。お前今日は使ってるの俺全部使ってるから。ごめんごめん。行くで、はい、せーの。おおおおおおお、これちょっと酸素とか欲しいわ。俺死ぬのやつ。体力使うわ。玉線の時にだいぶ使ったからな。俺オレンジで俺は使ってるから。森山に直してほしい癖といえば、え、こういうパーソナルのもあんねん。俺はもう純粋に自分で分かってますから。森内、ちょっと書き出したよ俺。じゃあこれはあのここ最近のことっていうか、ここ最近の癖書いたら。これ俺歩み寄れたかも。あ、マジで。お前もうほんまに無理やで。うん、これこっからは一斉の方で。ダメ。鼻騒ぎ。 M1 グランプリでナイツの花輪さんに言われた鼻騒ぎ。お前鼻奥は、お前ここ最近って言うなよ。お前会うたび俺の日焼けいじってるやろ。鼻触りもだから言うな。またな、な、テレビとかで今日もどこどこ鼻、ロケで鼻触ってましたねとか、今日も何々のネタ番組で鼻触ってましたねって SNS でマウント取ってくんねん。なんかさ、鼻触ってましたねって。なんだよ鼻触って。何が悪いの。鼻触ってましたね。なあ、あれ花輪さん言うまで絶対みんな気づけなかったから。これ見よがしにマウント取られるし、今年の M1 も鼻触ってるから俺。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。はい、それじゃあ今からお風呂に入りたいと思います。まあね、僕だいたい1日に、まあ、2回ぐらいですかね。季節によって変わるんですけど、まあ夏場なので、まあ2回入ったり3回入ったり、まあ汗のかき具合で変わってくるんですけども、今日はちょっと汗がびっしょりかいたので3回目の入浴になりますけども、はい、最後の締めのお風呂として入りたいと思います。さあ早速体を洗っていきたいんですけども、僕はね、まず最初にシャンプーから行かせてもらいます。まあね、このシャンプーのブランドなんですけど、サラスターのトニックシャンプーってこのボトルには書いてるんですけども、何回も詰め替えてるので、実はこれ中身がね、今メリットになってます。なので皆さんね、そして適量のシャンプーを手に取って頭になじませます。こうやって頭皮って意外に繊細らしいので、僕の場合はこうやってまず最初にまんべんなくなじませて、あとはこうやって指圧といいますか、こう指を小刻みに動かしながら頭皮の油を取っていくっていうやり方をしていってみます。こうするとですね、頭皮も刺激されて髪の毛も生き生きすると聞いたので、こういう洗い方をしています。ある程度洗ったら、お湯で流します。流せるで。そして、このゴシゴシタオルを使って、このボディ
これは、センガ、パーフェクトホイップのボディーソープ。こちら使って体洗っていきたいと思います。ホイップってね、これ洗顔で、もともと出してるブランドだったはずなんですけどね、ボディーソープでも出して、ちょっと気になったんで、使ってみようかなと思って今使ってます。まあ見てください。泡立ちも、きめ細かい泡が、結構、ね、泡立ってますね。胸とか、脇は、匂いの元なので、重点的にね、洗っていきます。バスルーティンは以上となります。